ダメだわ、楽しみだね、これは死ぬ雨が降るぞ。よく気づけたみたいな顔すんじゃねえよお前。そうだ、それが正解だみたいな顔しやがったんだろう。再犯率鬼高えんだよな。どうも、山里亮太のテラスハウス山チャンネルでございます。もう31回目ということになりましたけどもね。いやー、もうすごいですね、夏美様は。僕が思ってる上上行ってくださいというか、もう久しぶりにこんな典型的なヒールが生まれた。私本当に喜んでこのテラスハウス楽しんでます。皆さんもね、多分そうだと思いますけど、まあ今回事件起きましたね。タモさん、美咲がですね、ヒカルに言って振られるわけですね。で、振り方もまあ結構バッサリいきましたよ。自分を持ってない、芯がないとこが好きじゃなかった、まあ俺は好きじゃないから付き合えない。で、ああいう時みんなイケてる人たちって、ありがとう、はっきり言ってくれてみたいなこと言って、私もっといい女になるみたいな別れ方するんですけど、なんでなんですかね。僕だったらその男がどんだけこの先人生の選択肢を一個一個失敗するかを願うんですよ。なんで自分のことを嫌いって言った人間がいいことを言ってくれたとか、ありがとうって言える人って、僕やっぱどうかしてると思うんですよね。だから美咲さん、ちゃんと冷静にならないと。君ね、告白してテンション上がって振られて涙流してヒロイン的な気持ちになったからか忘れてるかもしれないけど、芯がないって言われてんだよ。ねえ、向こう見た？向こうも芯なしのふにゃふにゃだからね。芯がないもん同士だから、こんにゃくがペチンペチン当たってるもんですよ、確かに。ねえ、まあそんなやり取りが一個あってね、まあそこで別れたと。まあそれでね、お互い、まあでもお互いが納得してるんだったらいいですよ。で帰りました。振られて帰って、女の子が振られて帰るね。でちょっと男の前では気丈に振る舞って強気で帰って、部屋入った瞬間、見慣れた女子の顔を見た瞬間にプワーッと涙を流すわけですよね。でそこに待ってたのが、まあね、リコピンね、そして夏美様ですよ。夏美様、お酒を召し上がってらっしゃったようでね、お酒を結構お召しになっててね。でも、長いことお待ちになられたんですね、夏美様が。でお待ちになられてて、こう結構、まあ、僕らが見てもベロベロだなみたいな感じで見えたんです。で一応こうタモリさん、美咲さんもね、こう涙流しながら振られちゃったなんつって、へえみたいな。でリコピンはもう本当にうわーかわいそうって感じで見てる。その横で夏美様がですね、あの時の顔も忘れられないですね。左の口角だけをクッと上げるっていう。これはコナンの真犯人がシルエットで笑う時の笑い方なんですね、こうやって。黒塗りの影の時に笑う時の笑い方がしたんですよ。あれおかしいな、なんでだろう、友達が振られたって泣いてんのに、なんで左の口角だけ上げたんだろう、ね。でタモさんが勇気を振り絞って、なんかなんて言うんだろうな、この悲しいけども悲しい気持ちを振り切ってね、その夏美様にですね言うわけですよね。ちょっともう酒臭いよなんてね。皆さん、もしまだ本編を見てない方ね、その皆さんに問いかけます。そうなったら普通どうしますか、皆さんがもし酔ってる状態で酒臭いよって言ったら、ごめんねなんて、ちょっともう今日飲んじゃおうぐらいの青春群像劇があると思うでしょ。違いますよ、夏美様は桁が違います。もう酒臭いよって言った時のファーストリアクションは何それ。でその後ですね、いや結構待ってて、飲まなきゃやってられなかったし、まず時間見て1時やし出ました。安師匠の怒るでしかし以来の名言、1時やでしかし、1時まで待たされたらそら飲むでしかしというのね。ぶち切れるわけですね。でそこで一応そのお酒のシーンはですね終わるわけなんですよ。で次の翌朝になってる、ね、いや昨日なんかすごかったね、ちょっとピリッとしたねみたいな、こうこっちのスタジオメンバーで喋ってたら、何やら不穏な空気でこの夏美様以外喋ってる。で話を聞いてみると、ギャンギャンに美咲が泣かされたというですね。しかも酒臭いとか言ってんじゃねえよと、私のイメージがね、私のイメージが悪くなるのに酒臭いとか言うのやめてって言って、そっから振られてきて弱りまくってる女をバンバンに叩くっていうね、すごいですよね。
泣きっ面に大スズメバチがやってくるみたいな、うん、傷口にもうね、傷口にタバスコビシャビシャかけて、ねえ、私のイメージどうなると思ってんの、さすがですよね、大悪魔ですよ、ただの拷問ですからね、振られてきた日に。でそれであの欠席裁判が行われて、ついにですね、仏のハンさんもちょっと俺も言わなきゃいけないなみたいになってくるんですね。で家族会議がいざ開かれるとね。でハンさんもガンガンぶつかっていくわけです。で夏美様がその後に言うセリフが、僕すげえ、わあこの人絶対性格悪いなって分かるんですよ。僕も全く同じ謝り方するんで、うん、分かった、ごめんなさい、私が直すしかないから私が何とか合わせるようにしますっていう、うん、このごめんなさいって言いながら、こうなんて言ったら、こう頭を土下座して下げてんだけど、ずっとこう心で中指立ててる感じ、うん、分かりました、私という正義が折れてあなたたちに合わせましょうっていうことをやっぱ謝りながら言うあたりで、それでなんかまだちょっと変な空気になる。でもなんかこうその時のやり取りが僕すごいなと思ったのが、結構腹割って喋る。でその時にもう治らないと思うなんて美咲から言われるんですよ。でいや治らないとか言わないでと、私だって分かってると、私だって本当に治そうと思って一歩一歩努力してる、でもお酒飲んで出ちゃう、それなのにそんな絶対また戻るとか絶対また、そういう風になるに決まってるとか言われたら私辛い、本当に何回も何回も治そうと思ってでも出ちゃってる自分それ分かってるのって、もう完全にアル中の患者なんですよね僕見たんです昔ドキュメンタリーで、アルコール依存症の方々のそういう施設で全く同じセリフ言ってましたね、うん、で最終的にその人は柱に喧嘩を打ってフェードアウトで終わってたんですけども大体お前らのせいだなって柱に喋りかけてましたからね、ちょっとね、まあ夏美さんがそんな中でですね、まあ結局評価も上げることもなく卒業宣言ということになって、あ怖いの思い出した、卒業をするっていうのをハンさんに伝えに行くときに怖かったんだ。もうバッチバチにもう前日なんかマジでこうやってガンガンにらんだ、ビーバップハイスクールぐらいにらんだ、こうやってずっとハンさんが何言って、あバッキン行ったぞお前やろみたいなやんのかこらーみたいな顔してにらんでたのに、次の日ねハンさんが外で作業してたらガラガラガラ、あのテンションだから俺は後ろに隠し持ったビール瓶でゴーンだと思った言ってくれたらぐらいと思ったらガラガラハンさんっつって、怖かったあれは、全く違う人間だったもんね。で徳井さんが生み出した説、あれは心の中にもう一人冬美がいるという、このドラマはぜひねスピンオフで撮っていただきたい。でああ卒業するんだ、まあ、じゃあ夏美卒業が経って始まるのかなと思ったら、その後にひょっこり、光も卒業するという発言をしてバタンという感じでしたね。ちょっとトラブルメーカーが卒業しちゃうんでね、まあいろいろ言ってきましたけど寂しいですけどね。夏美さんね、なんかいろいろ悪口言ってごめんなさいね、さよなら